こです。今回は美しい立ち方のコツご紹介します。これから春を迎え、卒業式や入学式など普段着より綺麗な服装で出かける機会が増える季節になります。自粛期間が続いていましたので、フォーマルな服装を着たり、ヒールのある靴を履いて出かけるのがお久しぶりという方もいらっしゃると思います。おうち時間が長くなると家族以外の人に見られる機会が少なくなりますので、ゆったりと過ごすうちに姿勢が悪くなり、いざお出かけ用の服を着たご自分の姿を鏡で見た時に、あれ？以前より着こなせていないかもと感じる方もいらっしゃると思います。今回はまず基本の立ち姿勢を整えて、さらにプラスアルファ、人前に立つ時だけでなく、集合写真や家族写真など撮る時、美しさ際立つ立ち方のコツお伝えします。それではスタート。まず基本の立ち方です。ご自分一人では正しくできているか分かりづらい時には、壁を使ってみてください。床に対して垂直でもたれられるものでしたら、扉でも柱でも大丈夫です。壁を使う場合は、まずかかと、お尻と背中、後頭部を後ろの壁にくっつけます。足幅は腰幅です。両手は下腹に当てておきましょう。それでは呼吸に合わせて息を吸って、両手でお腹をさすり上げながら下腹へこませ引き上げます。お腹キープして軽く息を吐き、吸いながら両手両横に鎖骨をたどって肩の端まで行きます。胸開きます。息を吐いて両腕を真横に下ろします。軽く顎引きましょう。ここで顎を引く時のポイント、うなずきすぎると二重顎に見えてしまうので、静かにする時の人差し指一本のシーのポーズをして顎を軽く引く感覚です。これが小顔に見せるポイント1です。この後ポイント2もご紹介します。続きも要チェックしてくださいね。ここまで説明してきた意識を保ち、壁にもたれている方は壁から離れた姿勢が基本の立ち方になります。まっすぐで綺麗な姿勢は出来上がりましたが、直立だと味気ないというか、綺麗な服装を着こなせるようには見えないですよね。ここからが美しく見せるコツです。まず体を斜め45度の方向に向けます。前側の足のつま先だけ正面に向けます。置く場所は後ろの足の土踏まずの前あたりにかかとを置いています。顔軽く正面に向けましょう。この顔の角度が小顔に見せるポイント2。こちらのように真正面の顔を見せるより、軽く斜めから見せた方が断然美しく見えます。もちろん先ほどのポイント1の軽く顎を引くこともお忘れなく。両手は手首が腰骨に当たるくらいの高さで組んでおきます。手首は軽く返しておきましょう。これで美しさ際立つ立ち姿勢の完成です。この姿勢をとることで、顔は小顔に、ウエストは一番くびれている角度を見せ、ヒップの丸みから足首にかけては両足が重なり細くなっていく女性らしいボディラインになります。これでお洋服の着こなしも写真写りも美しさ際立つ姿勢に変わりますので、よろしければ実践してみてくださいね。
最後までご覧いただきありがとうございました。このチャンネルではユナイトのジュンさんとアイコがダイエットに関する情報を配信しております。こんな情報を配信してほしいなという内容がありましたら、コメントやご意見お待ちしております。そして動画が少しお役に立ちましたら、いいねボタンとチャンネル登録していただけると嬉しいです。それではまた次回をお楽しみに。またねー。